J リーグが発足した1993年以降、ヴェルディ・川崎、現、東京ヴェルディ、が長らく日本サッカー界を牽引した。そんな名門クラブの黄金時代に活躍し、現在は東京 V 応援番組、カモン、ヴェルディ、BS 松竹東急、全国無料放送、チャンネル260、の MC を務める元日本代表 MF 北沢剛氏が、 当時のエピソードを明かした。取材、文イコールかいたく、全2回の2回目。写真、66歳の、肉体に、に反響、年齢とかけ離れた良、e、体格ラモス類氏のビーチショット。J リーグ発足当時に多数のスター選手を擁した V 川崎の人気ぶりは、30年を超えたリーグの歴史を振り返っても最高水準だろう。北沢氏は、 時代がそうさせた部分もあるだろうね。ただ一方で今の時代に合わせたビッグクラブは作っていかなければいけない。それは日本サッカー界のためでもある。とはいえ、それだけじゃダメ。今は J リーグに60クラブあるから、際立つ個性がないといけない。それが地域にあったものなのか、クラブ規模にあったものなのかなど、色い々ろいろと考える必要はあるでしょうねと。 規模を拡大してきた J リーグのさらなる発展を見据える。当時の上昇軍団、V 川崎は何がすごかったのか。北沢氏は回想する。勝負にこだわる部分は、どんなクラブにも負けなかったと思う。選手たちは単なる仲良しというわけではなかったし、それぞれ違うサッカー哲学を持っていた。それでも、みんなに共通していたのは、絶対に勝つという部分。 みんなで一緒に何をしたいのか、それは、ただ勝ちたいという一心だった。みんなで勝ちたい、そして、みんながいないと勝てないという思いを持っていた。練習では、たとえ試合前日であっても気を緩めることは一切できなかったという。北沢氏は、ラモス、ルイ、さんがいたからねと笑い、チームの雰囲気を引き締めていた元日本代表10番のエピソードを振り返った。 気を抜いていなくても気を抜いている。って言われましたからね。試合の前日練習はコンディション調整もあるから少し強度を落とすのが一般的で、気を抜いたような雰囲気が漂うこともあるけど、ラモスさんは、ふざけんな。お前ら、そんな力の抜いた練習で勝てるわけないだろ。って怒って帰ってしまうこともあった。勝利への熱い思いを秘めているラモスさんの姿を見て、こちらは当然、やばい。 ってなりますよね。当時はそうやってあえて周りに厳しく言うことで、チームだけでなく自分自身も追い込んで、自分にも厳しくストイックな人がめちゃくちゃ多かった。